大家好、シャジーです。今日は息子が生まれて100日になりました。イエーイ。妊娠中から応援してくださってる方にとっては多分もう100日あっという間だわっていう感じだと思いますが、今日はですね、せっかく100日ということでお食い初めをしてお祝いしていきたいと思います。で、今ちょっと私は実家の方にお世話になっていて、ヨーヨーは仕事で神奈川に戻っているので、私とあとこの家に今いるのが母なので2人でお祝いしていきたいと思います。それではスタート。できました。できました。やってもらいました。こちらまずタイですね。タイはめでたい赤色の魚ということでタイを食べるそうです。あとはハマグリのお吸い物、これは将来素敵な伴侶に恵まれるようにという意味があります。赤飯もめでたい赤色のお米ということで、あとはナマスと煮物を作ってもらいました。煮物のかぼちゃは亀の甲羅に見立てて長寿の感じです。よし、じゃあ食べましょうね。ちょっと石も忘れてたので追加しました。石は、丈夫な歯が生えてきますようにという意味で使用します。で、今回ちょっと間違えて、男の子は外側も朱色の容器にしないといけないんですけど、間違えちゃって外側黒色にしちゃいました。まあ、いいかな。いい感じよ。かわいいよ。食べよう。食べよう。ご機嫌だね。はい、じゃあ食べさせていきたいと思います。順番があるんですね。じゃあまずこのお箸を取り出して。まずはお赤飯。いただきます。はい、いくよ。ちょん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 。ペロペロして。おいしくないの。次はお汁。ちょんちょん。あ、おいしいおいしいおいしい。次はまたご飯。ちょんちょん。あ、おいしいね。次はお魚。はい、お魚。魚の次はまたお赤飯ね。お赤飯いくよ。じゃんじゃん。ブス。次またお汁です。お汁を。じゃんじゃんじゃん。あー、美味しくないね。でまたお赤飯。じゃんじゃん。はい。味する？じゃんじゃん。積極的ね。苦い顔をしているの。次はお魚さん。ちょんちょん。次はお米ちょんちょん。あ、ついちゃった。食べないでね。お汁を。おー、眠いね。3周目ですね、最後です。最後ちょっと赤飯で締めたいと思います。じゃんじゃん。はい、これでね、ご飯大丈夫。ごめんね、きついね。じゃあ、あとは最後に石で健康な歯を祈って、
ちょんちょんとつけまして、お口に、歯ぐきか、歯ぐきに、うん、マナーの出口でいいか、うん、ちょんちょんちょん、はい、これで健康な歯が生えます。おめでとう。というわけで本日は100日のお祝いお食い初めをやってみました。残りのご飯は私と母でいただきたいと思います。じゃあまた次回の動画もご覧ください。バイバーイ。さっき並べ忘れましたけど、ケーキも買いました。これは大人でいただこうと思います。美味しそう。お疲れ様でした。また収録の際お呼びしますんで、よろしくお願いします。次は何かな、またお祝いしようね。食べて美味しいの、食べて美味しいの、うん、元気です。100サービス精神旺盛だね。100日おめでとうございました。バイバーイ。